さて、アイセン島にルー坊ちゃんと教授を助けに行きましょう。そうだよな、アイセン島ね、アルミナのロアールとエルバとウルプの他全然なかったもんね。ここら辺でしたっけ。いつぞやかゴブリン3体と戦った時のボス戦ありましたよね。なんか島に行ってあいつら強かったんで、今回海賊どのぐらい強いかというのが気になるところではあるよね。単体の攻撃力がそこまで強くないとかだったらまあ大丈夫だとは思うんだけどね。後ろの2人が倒されなければ、特にジュリナ、これ倒されちゃうと結構ゴテゴテになっちゃうかなと。いや、塔、あ、アイセン塔かい、あれ。そうか、塔でしたね。登っていくのか。登っていくのか。登っていくんか。なるほど。そい、そい、サイですか。そうだったわ。登っていくんだったわ。エストボリス塔好きだよね。2のラストダンジョン的なやつも塔だったし、結局話しても何もない、 A ボタン押しても何もないです。何も何もイベントなしで登らされる。そうだよね。そう、うおっかーぽい、海賊のねじろっぽいよっていう感じにしてる。ここは海賊の手下の部屋か。じゃあちょ待って待って待って、やべえぞこいつら、ヘルナイト、なんでこんなやつらが海賊のとこにいんの。ヘルプカッチカチ、硬い、強い。え、突撃が2倍攻撃かこれ。よし、危ない、寝なくてよかった。ちょっと寝られたらきつい。あー、テッシーで倒せないんかい。あぶね、いや、ヘルナイトの攻撃力だよこれ。やばい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 って、うわっ、だよね。いや、これ全滅あるぞこれやばいやばいやばい。とりあえずスクレイの元凶を、いや、ヘルナイトよ、まさに名前の通り素晴らしい素晴らしい騎士だよ。完全に仕事こなしてるからね。いや、素晴らしい仕事したよ。あれ、どこ行ってもやれるよあいつ。素晴らしかったっすね笑っちゃうほどですよ本当に。かてえし、おい、うおい、マジかよ、あぶね。いや、でも攻撃来るでしょう。突撃だろこいつ、やばくね。で、あいつあんな、あいつあんな、バーサーか。おい、
こはもう行くでしょう。いや、みんな突撃使える。アグロス一撃で倒せるのか、バーサーカーは。いや強い。まあ、魔法はさすがにそこまでの耐性はないか。ただただ強い。よし、18で倒した。あぶねえ。後ろ2人がやられなければまあいけるでしょうとかさ、こざいてましたが、いや、やられてるよ、やられてるよ。単純になんかポスター壁に右貼ってあるけど、どうすんのこれ。ちょ、やりようがわからないな。こうか。おっし、あぶね、よしよしよし、いいよ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 。オッケー、これでラギルでいけるだろう。強いな、強いわ。ハイポーション、強い。ドア前の4つのスイッチを踏み、ドアのスイッチを踏むとドアは開く。ドア前の4つのスイッチを踏み、はい、ドアのスイッチを踏むと、ただし踏む順番が悪いと警報が鳴り響く。踏む順番を教えてくれ。はい、 OK、 そういうことね。踏む順番が悪いとって、どうだ、ドア前4つのドアがあるってことだろ。要は最後のことを言ってんのか。いや怖い怖い、エンカウントが怖いのよ。さまよう鎧、完全なるパクリですよ。まあまあ、でもあいつの上位互換だよね。ここはもう手抜かないで、こういこう。硬い。カチカチの敵来たな。いい感じで。アグロスの一撃が効かないタイプですよ。そういう方向で来たね。今までの敵は、あのマンティコアとか特に。攻撃しちゃえば一撃で倒せるやつはそんなに脅威じゃなかったけど、一発で倒せないやつ来たね。だからこういうスクレイで眠らされちゃうと、さっきみたいになってしまうと。ミラールはマオカンタですよね。敵の魔法を跳ね返します。どう、こっうちの魔法は跳ね返さないのかというのがちょっと気になる。ああ、まあまあ行こうか。もう先に進んじゃった方が建設的かなと。こいつらは強いぞ。ナイス。よし、いいよ、順調順調。なるほど、4つのドアの前に
スイッチがある。本当か？おお、お前たちか。ルーを助けに来たのだが捕まってしまった。困ったものだ。親の鍵を探してきてくれ。多分盗賊の頭が持っているはずだ。おおお、それと4つのスイッチがあるドアだが、あれには順番があるぞ。私もそれで捕まった。それで気づいたのだが、どうやら最初に踏むのは左上のスイッチだ。それは間違いないぞ。ヒントが薄すぎる。教授、もうちょっとヒントを。これのこと？ああ、これはまだか。左上だけじゃちょっと。4つあるんだぜと。4つ、どういうことよ。まあまあ見てみないことにはね。あそこに書いてあったのは、4つの前にドアが、4つスイッチあって踏んでからドアの前にもう踏むといいって書いてあったけど、順番間違えると警報が鳴り響く。まあ捕まることはまあ多分ないとは思うんだけど、まあゲームによっては捕まってまた牢屋から出てみたいな。人になるのかな、ザコと。っていうパターンもあるよね。で、そのザコがちょっといかつい。ちょ、めんどくさいと。こいつらだけだったら全然余裕なのよ。ヘルナイトは強いよな。やっぱアグロスとテッシーの攻撃が貫通できないと、ターン数がかかっちゃうとあいつの突撃でやられちゃいますからね。あれ、こっち来て。でも正解か、こっち。もしかして博士だけかな、もしかしているのは。で、一回下に戻って右から行くといいって感じか、もしかして。なんか左下宝箱しかないので今のところ。おお、あ、よかったよかった。こっち来て。えい、死神、どんだけ殺そうとしてんのこっちのこと。これなかなかだな。完全に狙ってやがった。完全に狙ってやがる。ピンポイントすぎるでしょ。こいつらマジか。やば。魔法間に合わないっすねこれ。いや、まあやるしかないか。おお、危ねえ、危ねえ。おい、めっちゃ運良かった。まあまあやられてもデルデルが最悪まだあるんでいいっすけど、ちょっと全滅の一歩手前行きましたね。下手したら全滅でしたね。危ない危ない。死神やばい。死神やばいでしょ、あいつ。勘弁してくれ。で、いいよ。いいけどいいよ。はい、じゃあ、こっち戻って、一回戻って右ですね。眠らされた上に、
ね、こいつらで眠らされた上に死神でもしこられたらって思うと、結構レベル上げても眠りの呪文が入っちゃうのが、入らされちゃうのがきついですね。ほら、ある程度こっちがレベル上がるとかかんないとか、まあレベル差によってね、そのあるじゃない、そういうのがもうかからないとか。やばいよやばいよ、ちょっと冷や汗出るよこれ。ういうわー、魔法効かねえ。まあそうか、おい、うえ、あぶねえ。呪い人形、呪い人形と一緒だよあいつマジで。まああいつよりかはマシか、あいつよりか5体出てきたから。あいつ、おっと、スイッチが全部下がっているときはドアは開かない。左上からやる、なんか左上を押すとスイッチが、他のスイッチが下がったりするとか、そういう類のものか、もしかするとそんな気がするね。左上からやって他のスイッチが上がったり下がったりするのか。なるほどね。ふう、なんかすごいね、全然安心感が違うのよ。ものすごい安心する。柔らかい柔らかい敵、柔らかい敵はいい、こんなにいいもんだとは思わなんだ。ドキドキしますね。一回硬いって分かってるともう驚かない、ね、前回言った一回経験しとくと全然もう驚かない。ただ不意打ちとかはやめてほしい。めちゃめちゃマジックガード上げてるけど、うわーすげー上がった、すげー上がってるまあちゃんと効果は出てるってことが今分かりましたね。敵のね防御も3回かけたからね。ここの中が、おっと、上はなんかあったのかな。まあいいや、行こう。はいはい、分かった分かった、なるほどね。そういう、あー、やっぱりそういうことよね。踏む順番間違えると警報鳴るとか言ってたよな。どうする、どうしようかね。うわこい、うわ頭いいね、さっきも使ってたけど。そうかこいつ強くね、魔法防御上げられたんじゃちょっとかなりきついよな。物理も、うわ全然入らねえ。雷かこいつ。でも一回上がったからな魔法。どうする、ディレクト。いや そこまでじゃねえんだよな。まあでもやっとくか。あーよかったー、ミラーリでよかったー。もう絶対こいつに魔法使わねえ。あぶね、こいつすげえな、さまよう鎧ってこんなに強いんだっていうさまよう鎧。
鎧モンスターの鏡だな。こんな4ターンぐらい3ターン4ターン戦うのなんて久々ですわ。間違えると警報が鳴り響くと、さまよう鎧出てくるっぽいな。これ左上でしょ、押すと多分右と下が下がるんだと思う。違うし、え、マジでノーヒントじゃんこれ。え、なんかヒントあった？全部下がった状態っつってたけどさ、左足2つ上がるってこと？なんか単純にこれなんか時計回りとかやるとやばそうだんで、右下押してみる。どういう順番？え？グリーン。いや、どういうこと？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 でででででででん。いやー、やばそう。ちょ、ガチでいこう、ガチで。ちょ、ここはな、舐めたらあかんで、舐めたらあかんの精神でいこう。どこか行った。ちょマジでどういう感じで来るのかわからんから。4体だしね、しかもその身なりで魔法はやめろよ。よしよし、ディレクト聞いてる。うーっ、そっち来たわ。リリパッドのリリパッドの嫌な思い出。よし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 、大丈夫大丈夫。あー、もうディレクト入れて正解よかった。え、どういうこと？なんかね、スイッチのことが気になって。あー、よくわからんぞ。あんま聞かない。左上は確定だから6パターンってこと？ 3×だから、右上からやるか右下からやるか左下からやるかですよね、要は。で、左上はもう消えてるから、今右下からやって右上やってダメだったから、今度左上右下左やってみようか。今6パターン中1パターン消えたから、他ヒントないよな。この後ボスいるか、いるかってなっちゃう。いるんでしょうね。このパターンとこれで、今度こっちね。おっしゃ、ナイス、ベリーベリー、超運良くないこれ。オッケー、じゃあちょっとボス戦だと思いますので、一回上がる。完全にボス戦、完全ボス部屋、はい、完全ボス部屋なので、次回ボス部屋に入りたいと思います。動画の移動をお願いします。